こんにちは。障害年金コンサルタントの宮里です。障害年金の請求において自分で書類を作成すると誤りや記入漏れが心配なので、年金事務所の職員に書類を書いてもらえないかと思うことがあるかもしれません。ただ実際に年金事務所の職員に書類の代筆を依頼したとしても断られると考えてください。年金事務所の立場で考えるとわかるのですが、書類作成などの障害年金の請求行為は本人が行うもので、年金事務所の職員の仕事ではありません。また、代筆を受けて作成された書類が誤ってしまった場合、誰が責任を取るのかといった問題も発生します。このようなことから考えると、書類の代筆を喜んで受けてくれる職員はいないでしょう。今回の動画はここまでです。実は、障害年金の書類作成を年金事務所の職員に頼むことができる例外的な方法があるのですが、その方法は次回の動画でお伝えします。